ちは。三木屋靴店の三宅義郎です。聖子です。今日は名古屋市の、はい、伊藤奈美恵さん、はい、わざわざ名古屋から来ていただきました。はい、ネットを検索して三木屋を見つけてくださって、はい、ご夫妻でご来店くださいました。名前をね、紹介してもいいということでしたので、はい、今回は紹介させていただきます。先日は夫婦2人に靴を選んでいただきありがとうございました。私の場合は股関節を痛めていることもあり、靴選びはとても大変です。購入した靴は大変足に合っているようで、履いて出かける時も増えてきております。歩くことが辛い時もありましたが、靴のおかげで健康管理にも気が向くようになりました。ありがとうございました。こんなお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。足も 21.5 センチって、はい、小さくて で 4E と言ってね、広めなんですね、うん、だからどんな靴を選んだらいいかも、うんうん、足が痛くならないのかもよく分からない、うんね、うん、1時間の方に見ていただき、測った靴なら大丈夫だと思ったからですと、はい、いうふうに書いていただきました。なんか動画もね、そうですね、はい、見てくださったようで、本当に嬉しいなというふうにね、はい、あの大した動画ではありませんが、私たちのね、靴やどんな雰囲気なのかっていうことは、なんとなく伝わるかなと思っていますので、はい、はい、よかったです。ありがとうございます。まあ、脚調査があったりとかね、股関節が痛いとかっていう方も多くおられるんですが、もちろんね、治療とかはお医者様の仕事になりますので、うん、しっかり治療はしていただいて、そして足に合った靴を履いていただくことでね、相乗効果でよりうんと楽になったり快適になったりっていうことがありますので、そんな方はぜひお気軽にご相談ください。三木屋靴店の詳しい情報はホームページの方をご覧ください。三木屋靴店、三木屋靴店で検索お願いします。なお、お電話でのお問い合わせもしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。はい、お待ちしております。お待ちしてます。